はい、皆さんこんにちは、タートルです。便秘解消に効く腹筋と腸腰筋を一緒に鍛える方法を紹介しようと思います。便秘の方はですね、出す力と腸の力、腹筋と腸腰筋両方がですね弱っている可能性がとても高いです。なので今回、腹筋ではなく腸腰筋を鍛えながら、腸腰筋を休めるために腹筋を鍛える、両方一緒にね鍛えていこうと思います。ぜひ最後までご視聴ください。はい、じゃあまずですね、普通の腹筋するようにですね、膝を曲げてですね、手は頭の後ろに置きます。この時にですね、お腹の力を抜いて、おへそを引っ込めながらぐーっと起きて、太ももに胸をつける感じで起き上がります。この時にですね、お腹をしっかり引っ込めていないと体がここまで来ません。なのでしっかりお腹を引っ込めてください。で、次に腹筋に力を入れるんですが、頭は下を向けずにですね、上を向いたままお腹の溝を埋める感じです。お腹だけを収縮します。体をこっちに起こすんではなくって上に起こします。お腹だけを縮めます。こういう感じです。顎しっかり上げたままでお腹だけを縮める。で、次にお腹の力を抜いてぐーっと起き上がります。で、お腹だけを縮める。ぐーっと。ここまで、腸腰筋の時は、お腹に力を入れずに、お腹を引っ込める感じですね。腹筋の力を抜いて、起き上がります。ぐーっと、お腹の力を抜いて起き上がります。で、次に、お腹を力入れる。お腹の力を抜く。お腹に力入れる。力を抜く。力を入れる。というふうにですね、交互に行ってください。手はですね、頭の後ろに置くと、手の負荷がかかるので、ちょっとね、起き上がるのがしんどくなりますんで、もし辛い場合は、ここです。ここで、お腹に力を入れずに起き上がる。お腹に力を入れる。お腹に力を入れないようにして、次は力を入れる。というふうにやってみてください。もし、頭でも胸でも辛い場合、そういった場合は手は前です。手を前にすると、スーッと起き上がれます。こういう感じです。こうです。お腹の力を抜いて起き上がる。お腹の力を入れる。力を抜く。という風にやってみてください。お疲れ様でした。今みたいに交互にやることによって、腸腰筋、腹筋、どっちも鍛えることができますんで、どっちも鍛えるんですが、交互なので、あまり疲れないでね、行えるんで、結構1分とか、回数ではなくって、1分とか時間を決めて、やってみてください。タイマーとかをセットして、時間を決めて、やってみてください。これをですね、毎日、朝晩ですね、朝晩、行うことで、大体、まあ1週間に1回とかしか、便が出ない方でもですね、大体2日3日に1回は出てきます。で、だんだんと腸が力が入ってくると、出す力が出てくるんで、まあ、トイレにね、座ってみてもらったら、意外と出ないと思っても出たりします。出す力がついてますから。といった感じでですね、徐々に便秘を解消していきましょう。便秘の方はですね、とっても痩せにくいです。女性は特に便秘な方多いんで、ぜひね、今回の腸腰腹筋やってみてください。ご視聴ありがとうございました。最近はですね、動画頻繁に上げていきますんで、ぜひチャンネルの方に遊びに来てください。